あの武士たちの様子。九条サラ様、お越しいただけたのですね。先ほど秘境の入り口から調査を開始したところ、魔物の襲撃に遭ってしまいました。全力を尽くし、ほとんどの魔物を秘境内に追い返したのですが、いくつか取り逃した魔物が南東方向へと向かってしまいました。負傷した仲間も多い状況です。私の独断で負傷者の手当てを優先すべきだと判断し、魔物を追いかけることができませんでした。誠に申し訳ございません。南東方向、まずい。道中には一般人もいる。各位、緊急事態だ。しばし兵を二手に分ける。私は逃げた魔物を追う。ここは皆に任せる。余計なお世話かもしれないが、くれぐれも身の安全には気をつけろ。安心しろ、オイラたちこういう経験は豊富だから。あ、そうでした。秘境からも時々魔物が出てくることがあります。入り口を守り、くれぐれも逃がさないようにしてください。さもないと。渡部、私の判断を信じろ。はっ、九条サラ様。ああ、言っちゃったな。本当に厳格で引き締まった人だったな。あいつは部隊の指導者だからな、仕方ない。じゃあオイルたちも早く秘境に行って入り口を守ろう。歌詞を書くためにいろんなところからインスピレーションを探してるんだ。ティーワット各地にある伝説も結構研究したことがあるんだぜ。噂によると、稲妻には武術を凝集した紙切れがあって、主と一緒に行動するらしい。中には妖魔を断ち切ったり、家族の健康を守る御利益があったりするみたいだ。聞いた感じ、リーユへの呪符とか戦術と似てるな。おい、なんだよそれ。オイラは専門的なテイワットガイドでお前の一番の友達だろ。それなのにオイラの戦闘力をバカにするなんて。待ってくれ、これを見ろ。この式紙、動いてるのか。おーい、紙切れ、聞こえるか、話せるか、会話はできるのか。ここは、僕は意識を失っていたのか。まずい、僕は。あ、そうだ、お前たち、あの逃げ出した魔物を見なかったか。どこに行ったんだ。魔物ならさっきこの近くにいたけど、あたいたちがやっつけたぜ。はあ、ありがとう。奴らを逃さずに済んでよかった。万が一死傷者が出れば申し訳が立たなくなる。お前は式神なのか。あの怪物たちはお前が放ったんじゃないよな。あたいの知る限り、式神は魔を駆除する存在だろう。あんた一体どうなってんだ。僕は式大将だ。すまない、初めて会うのに僕の未熟で見苦しいところを見せてしまった。みんなが今いるこの秘境は結録恩陽寮という場所だ。僕はここの漁師、寮内にある全ての事務を取り仕切っている。結録恩陽寮は僕と共に長い年月眠りについていた。しかし何日か前、
この秘境が何らかの力の影響により、まさかまさか魔物を勝手に蘇らせ扉を開くとは。実は僕は一部の記憶が欠けている。覚えているのは目覚めた時に見た悪夢のような光景と、無意識のうちにそれらを止めようとしたことだけ。よもやあれらの魔物が倒されると紙札になるとは。その紙札を見てやっと思い出した。奴らが僕と同じくこの陰陽寮の陰陽術による造物であると。陰陽術の造物？何言ってるか全然わからねえ。すまない、今はまだ明確な言葉で説明することができない。僕は、すまない、式神として自分が漁師であることは知っているのに、主が誰なのか、作り出された目的が何なのか、そんなことさえわからない。なんという失態だ。つまりお前は自分がいいやつなのか悪いやつなのかもわからないってことか。でもきっと大丈夫だと思うぞ。記憶をなくしたやつは懐かしい場所に行くと何か思い出せるらしいからな。お前も秘境に戻ってみたらどうだ。ああ、今陰陽寮に戻るつもりだ。まだまだ自分自身に数々の疑問があるが、僕の力がこの秘境と同じ源であることは感じ取れる。それどころかここと一心同体の存在なのかもしれない。僕なら完全に制御することができるはずだ。なぜかはわからないが、そんな風に思える。式神は妖魔を退治する助っ人だってみんな言うし、お前はここの扉を守るために配置されたのかもしれないぞ。それに本にこういう話よくあるだろ。記憶喪失になった人がかつて自分が強大な力を持っていたことを忘れてしまうみたいな。でもそれを思い出した瞬間、天下無敵になるんだ。正直なところ僕もそのように思わなくもない。できることなら僕に協力してくれないか。つまり今やるべきことはお前の記憶を取り戻すことだな。記憶を取り戻したらこの秘境をまた制御できるかもしれない。そうしたら魔物ももう逃げ出すことはないな。旅人、ちょっとこっち。この式台所、今さっき目を覚ましたばかりで記憶を失ってるって、こいつの言ったこと信じてもいいと思うか。もし本当にこの秘境の門番だったらあたいたちの味方だ。でも、ああそうだな、誰かを陥れようと考えるのはダメだけど、誰も自分を陥れることはないと思って警戒心を緩めるのもダメだ。それに一体誰がこの秘境を建造したのか、なぜ秘境の中にこんなに多くの魔物がいるのか、この場所についてもっと知る必要がある。けどパイモンはだいぶこいつのことを信じてるだろう。どうやら子供みたいに純粋無垢な心を持ってるんだな。パイモン、ちょっと待ってくれ。状況が明確にならないうちは警察に行動すべきじゃないと思うぜ。ああ、僕も重々承知している。何せ記憶をなくした上にこの陰陽寮と密接な関わりがある。君たちが僕に不安を抱くのは当然のことだ。なんならあたいがあんたの本心を試してやろうか。本心？なんかすごいことが起こりそうな予感がするぞ。あんたらは信じないかもしれないが、あたいみたいな音楽に熱狂的な奴らは肉眼では捉えられない特殊な言語を使えるんだ。この言語はあんたらにだって使うことができる。音楽を媒介して伝えるのさ。どんな言語なんだ？オイラにも聞かせてくれ。この言語はすごく誠実で、人の心の奥底にある最も正直な部分を動かすんだ。今からあたいがこの言語を使って式大将が信頼に値するか試験してやるよ。音楽？僕はその類のものを深く知っているわけではないが、試す必要があると君たちが言うなら
どんな試験でも受け入れよう。僕は目の前にある危機を解決したいだけなんだ。よし、じゃあよく聞けよ。の音楽にしびれただろう。でもお前一曲演奏しただけだよな。これって試験って言えるのか。さっきあたいが言った言語は曲の中に隠されてるんだ。あんたらには見えないが、あんたらの心の中に入り込んで考えを刺激する。異なる魂はこの言語に異なる反応を見せる。何を感じたかあたいに教えればあんたの魂が何色なのか判断できるぜ。うえ、そんなにすごいのかよ。優しい心、運命にもてあそばれ悪に染まった心、そして不幸に慣れてしまいとっくに閉ざされた心、この3種類は全て異なる色をしてるんだ。あたいを信じてくれ。さあ式大将、あたいの音楽から何を感じ取った？教えてくれるか。すまない、僕にはわからない。こんな曲調の音楽は聞いたことがない。その中に秘められた奥深さも理解できない。ただ僕の体が、魂が、いや、もし魂があるとするのならきっとこの旋律に動かされたのだろう。僕は君の描いた世界を見た。なんて言えばいいかわからないが、まるで何の目的もなく道をさまよい歩いているような感じで、辺りは霧に包まれていた。僕は傷を負っていて頭に痛みを感じた。周囲の霧からはカサカサという音。僕は危険に陥ることを心配したが、他に手立てもなくただひたすら前へと進んだ。終点がどこなのか誰も教えてくれなかった。ただなぜか誰かが終点で待っててくれているような気がした。おー、一枚の紙切れなのにそんな多くのことを感じ取れるなんて、オイラが全然ダメダメに見えちゃうじゃないか。オイラなんてたくさんの人たちが一緒に魚を焼いてるところしか思い浮かばなかったぞ。焼き魚、実は僕もかすかにそのような場面を見たんだ。顔のぼんやりとした人と一緒に魚を焼いていた。その霧の果てにはかがり火があり、人々は火のそばに座っていた。捕らえたばかりの川魚を竹串で刺し、僕は一人の一般人として彼らと夕ご飯を一緒に食べたんだ。なんだか次の日になって太陽が昇れば、僕はこのかがり火を離れて歩き続けていくような気がした。終わらない旅路、戦ったりはしなかったのか。あたいの旋律を聞いても戦う場面が思い浮かばないなんて面白い。ん？戦いを思い浮かべるべきだったのか。いや、いいんだ。あんたはとてもいい答えを出した。以前何人かの友達にもこの曲を聴いてもらったことがあったが、正直あんたの答えは彼女たちとほぼ同じだ。豊かな構成と急変する天気があったのに、あんたは依然としてそのイメージを主張した。もしかしたらあんたの考え方はあたいの友達と近いのかもしれない。深淵の言った友達ってシャンリンと北斗か。そう、あいつらのことさ。志が同じなら進む道も同じって言うだろ。この答えであたいは式大将が信頼できるやつだって信じることにした。本当にいいのか。僕はただ適当に感想を言っただけだ。まさか君がそんなはっきりと僕を信じてくれるなんて。分かってねえな。あたいはな、音楽の中の言語を一番信用してるのさ。
あんたが信頼できるやつだって、そいつがあたいに言ってくれてる。そう考えてくれ。音楽は根拠のあるようなものじゃなく、自由そのもの。式大将、あんたが何千もあるイメージからそれを選ぶことができたのは、あんたとあたいたちの間に縁があるからかもしれない。ありがとう、信玄さん。いいってことよ。あたいがあんたを信じると決めたのは、自分自身の音楽性を信じてるからなんだ。音楽は友を呼ぶってな。あたいのちょっとしたおごりだとでも思ってくれ。そうだな、これはあくまでもあたいの個人的な判断だし、旅人には旅人の基準がある。でもこの後はどうせ一緒に行動するんだ。あたいの顔に免じて式大将も連れて行ってくれよ。みんな、この恩は絶対に忘れない。記憶を取り戻せればみんなのために何かできるはずだ。まあまあ、別にあんたに手伝わせようと思ってるわけじゃないんだから、そう力むなって。今一番重要なのは状態を整えることだ。旅人、早速戦闘準備をして秘境の中の謎を解き明かしに行こうぜ。九条サラさんが戻ってくるまでに問題を解決できれば全てが丸く収まる。オイラたちみたいなレベルの冒険者ならどんな秘境だって朝飯前だって。